つづらは、元来、つづら富士のツルで編んだ二きの籠の一種である。後に竹を使って、網代に編んだ四角い小箱を指して呼ぶことが一般的になった。もともとは、つづら富士のツルが丈夫で加工しやすいことから、ツル状のものを編んで作る籠のことを材料名から、つづらと呼んでいたようである。原材料が変化しても、故障だけは残り、つづらという字が当てられたまま。 つづらと呼ばれるに至っている。くずという字は、単体では、くずであるが、か、ずらとも読むことができ、かずらはつる植物の総称としても使われる語句である。つづらふじは、漢字で書く場合は、葛藤となり、るがもつれ合う様から、感情がもつれることの表現として、葛藤という言葉が残っている。植物のるを編んで作るカゴは、縄文時代から作られ、運搬に利用されていた。 つづら富士で作られたつづらは、小僧院に所蔵されている。平安時代に入り竹を加工する技術が、確立されると、幅を一定に揃えやすい特徴から衣装を保管する、箱として、四角く作られるようになった。伊勢定常が、江戸時代中期に記した、定常雑記にはつづらに関する記述があり、素材が竹に変わっていっていると書かれている。元禄時代になり、つづらや神兵という江戸の商人が、 企画サイズを婚礼の道具として作り出し、庶民にも親しみやすいものになっていった。最盛期は明治時代から大正時代にかけての頃、五福の町として名高い東京、日本橋には、つづらの職人も多く、つづら屋の組合もあった。戦後、衣服を保管する用品、家具は合成樹脂製など多様化した。つづらの需要は減り、 東京都内で制作しているのは甘酒横丁の一件のみである。一方で、伝統的な企画以外の大きさや小物入れなどとしての制作依頼があったり、法日外国人が興味を示したりする新しい動きもある。竹製のつづらの場合、細く幅を揃えた竹を縦横に編み、四角い箱の形を作る。中に和紙を貼り込んでいく。ここで使われる和紙は、 古い帳簿などがリサイクルされた。角には補強材として、古い蚊屋の生地を当てた。こうして作られた箱に柿渋を塗り、漆塗りを経て、完成する。家紋が入れられる場合も多い。竹製なので軽く、通気性が良く、柿渋と漆の効果で湿度を適宜に保ち、防虫と抗菌の効果がある。対応年数は100年以上とも言われ、その頑丈さは放り投げても、バラバラになりにくいため、 火事などの緊急時に粗雑に扱われても中に保管していたものを守りやすいという特徴を持つ。ありがとうございます。